もう来てるのか。あれ、どうなんだろう。こんばんは、こんばんは、やっほー見えてますかね、聞こえますかね。わーい、これでいいのかな。お、あ、来た、こんばんは。はい、今日は9月7日木曜日、の金曜日、担当一ノ瀬美久です。よろしくお願いします。元気にしてました？髪切ってないよちょっとね、お、ありがとうございます。ちょっとね、今日少しやりたいことがありまして、この画角になってるんですけど、ちょっと早速いいのかな。いいですかね、一ネタ、一ネタいいですか。よいしょ、じゃあちょっと立たせてもらって。聞こえますかね、聞こえますかねちょっと、じゃあちょっとここら辺から、ヒビゴーカモン、ヒビゴーカモン、取られてたまるか、大好きカキハルカ、ナナ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 、生配信、いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん。戻ります。よし、今日ののぎおび始まります。はい、聞こえましたかね。見てくださってる方がいるか分かりませんが、毎朝水曜日にちょっとザタイム朝のね番組に出させていただいてるんですけど、なんだこいつってありがとうございますそこでね、ちょっとやらせていただいたジョイマンさんをちょっとリスペクトして、今回はちょっと模擬曜日特別バージョンをやりました。聞こえました？さすが強メンタルって書いてある。取られてたまるか、かけはるか、どうでしょうちょっと待って、あー恥ずかしい。これから、あ、ありがとうありがとう。そうなんですよ、ちょっと恥ずかしさが抜けませんので次に行きます何してました今日皆さん。何してましたかね。私はさっき、本当にありがとうございます、ありがとう。私はね、さっきまで菅原さつきちゃんと池田テレサちゃんと一緒にちょっと遊びに行ってたんですけど、遊びというかちょっとねお出かけして、それでそのまま急いで走ってきました、ここに。でもさ、どうなんでしょうか、もうなんか毎日一日家にいることが最近なさすぎて、毎日ずっとせわしなく外で活動してます。昨日はねミュージカルを見に行って、めちゃくちゃ感動しました。面白かったな。皆さん何してます？最近呼ばれてないよごめんねあーそっか、インフルエンザとかもまだ流行ってるんですね。気をつけてください皆さん。そう、修行してた、修行してたんだ。あ、でも滝行やってみたいとか言ったらあれかもしれないけど、一回いろいろなんかもうやってみたいことが多すぎて、
明日パーマかける、あ、いいな。私あの小学生の時に一回パーマをかけたことがあって、あのこういうパーマがかかると思って小学生の時に美容院に連れてってもらったんですよ。そしたらパーマってやっぱかかりたての頃ってすごいじゃないですか。あのだから私もこういうゆるふわな髪になると思って小学生の時パーマかけに行ったらこんなんなって、あの本当にすっごいぐるんぐるんになって大泣きしながら3回ぐらい夜シャンプーした記憶があります。でもすぐにこんな感じ戻ったんですけど、その時はもうショックすぎて学校行けないよってずっと言ってましたね。パンチパーマじゃないですそう、あ、学校も始まりましたよね。そうですよね、もう9月ですもんね。そう、学校頑張ってください。お仕事とかもね大変だと思うんですけど、はい、ということで早速伸び伸び選手権いこうかな。はい、今週の競技は吹き戻し対決です。だそうで、縁日などにねよくあるこの笛のねおもちゃ、え、やったことあります？私初めてなんですけど、よいしょよいしょよいしょ、ありゃりゃ、はい、これが吹き戻しってやつらしいです。これを一番長く吹き続けられた人が優勝だそうです。どうですかね、やったことある人いるのかな。これちょっと吹いてみていいか、ん、なるほど、こういうやつらしいです。今はねレノさんとあやめさんが今週やってまして、6秒と10秒、これを超えたらいいのかな、いけるかな、いいですかね。ありがとうございます。ちょっと早速いきます。緊張する、せーの、なんてシュールなんだろうどうですか、21秒74らしいんですけどえあやめさん6秒、ちょっと待って、え、なんだこのシュールな時間、笑っちゃいそうになっちゃった。わーい、今は1っぽいです。何秒だっけ、さすが陸上部って2ヶ月で辞めたのでいじられてる。はい、ということで今のところ1位ですけど、何も手応えのない1位でした。すいません、ディスってないです。はい、ということで以上投げ飛び選手権でした。そう、やったことある人いるのかな、これって何をして遊ぶものなんですかね、服だけなのか。まあでも楽しかったです。はい、ということで、伸びきらなくていいのってどういうことだ、この3つのやつかな、伸びきるとかあるのかな、
ごめんなさい、何も分かんないや。じゃあツアーの話しようかな。先日というか真夏の全国ツアー2023が終わりまして、初めてこう神宮も4日間終えたんですけど、そうだな、もう終わったのが寂しすぎて、多分こうツアーのない寂しさのせいで外にめちゃくちゃ出るようになっちゃいました、ツアー終わってから。なんかね、やっぱり1年でも本当一番好きなんですよ、ツアー期間が。だからもうライブがすごい好きで、ツアーが一番やっぱ1年で好きなので、もうあと1年後かって思うとめちゃくちゃ寂しいんですけど、でもそれこそめっちゃやっぱ先輩たちとすごい仲良くなりましたし、今日ブログでレンカさんとの写真あげたんですけど、レンカさんとかも一番距離が縮まったんじゃないかなってくらい、本当にやっぱポジションが横なことも多かったので、こうおいでシャンプーの時とかずっとこうレンカさんにもたれかかる最後のポーズでなんですけど、ずっとお腹をぎゅうぎゅう抱きしめてました。でも本当に 薄いんですよ、レンカさんって。だから抱きしめてるのに抱きしめてる感覚がなさすぎて、本当にそこがね、もう私がお腹を折っちゃうんじゃないかなって思いながら抱きしめてました。めちゃくちゃ薄いんですよ本当に。あと顔が本当に可愛くて、結構あの毎日毎日ライブ前にリハーサルをするんですけど、なんか結構やっぱメンバーみんなすっぴんだったりするんですよ。でみんなもちろんなんか可愛いんですけど、なんか光ってて見えないんですよ、レンカさんがリハ映像で。なんか白くて発光してて、もうそれがあまりにも綺麗すぎて、いつもみんな5期生モニター前に張り付いて、レンカさんが可愛すぎるっていう話をずっとしてました。本当に可愛いですね。あとやっぱりあの MC のタイミングとかでよくあのちょっとしたネタみたいなのをちょいちょい入れ込みながらライブをやってたんですけど、例えば愛知だったら手羽先とか、神宮もポージングみたいなちょっと意味のわかんないネタをね間に入れ込んでたりしたんですけど、こういつもライブ終わった瞬間になんかそれこそ手羽先とか割と誰も笑ってくれてなくて、あのお客様が来てくださったみんなが多分私が何をしてるのかも分からないじゃないですか、突然で。あ、手羽先手応えなかったななんて思ってこうライブ終えると、真っ先にこう C さん久保さんがこうわーって走ってきて、ミクあんた120点だよっていうのを MC があるたびにもう急いで走って言ってくださるんですよ。もうねいつもいつもいっぱい褒めてくださって、もう愛がねちょっと深まりました。本当に優しいんですよね C さんって。そう、美味しかった、食べ物もいっぱい食べちゃったな。やっぱり揚げもみじと、あと神宮で出たタンのこう串に刺さったやつがもうめちゃくちゃ美味しくて、ずっとそればっかり食べてました。どうでしたかね、来てくださった方いますかね。あ、そうだ、白米様もねやらせていただいて大好きなね、ちょっと松村さんもその白米様も大好きなのでお米になりました、いちほまれ。どうでした、楽しかったな。メンバーもねもうやくぼさん久保さんあーやっていうもう大天才好き好きメンツで嬉しかったです。
あ、パッションフルーツもね、ちょっと、テイスト的にはなんか真逆、ジャンルが真逆なんですけど、白米様とは。ちょっとね、かっこよかったですか？ ミルキーアイ可愛かったよね。可愛かった。そう、最後にはドッキリなんかもね、仕掛けられちゃって、一人で最後までお米になってました。ちょっと悲しかった。嘘、嬉しかった。そうなの、楽しかったよね。そうだから、ありがたいことにそのバンドエイドをみんなでこう披露させていただいて、全公演バンドエイド披露させていただいたんですけど、毎回こうやることを、歌割り割と自由でやること決めてなかったので、いつもその場であるのと遊んでました、ずっと。かわいいアルノ。バンドエイドめっちゃいいですよね、夏にぴったり。何今、キノコに文字がついてた。あ、そっか、考えないようにするも初披露でしたね。いやー、あの曲もう大好きすぎて、自分たちの曲なんですけど、移動中とかずっと聴いてます。本当にあれが好きですし、こう一人ずつのね、歌割りがあるんですけど、それも鬼滅曲で初めてだったので、やっぱね、みんなの歌声が好きすぎて、本当にいつもそれに浸りながら聴いてますね。あれめちゃくちゃいい曲もらえてありがたいですね。そうだ、そして9月9日土曜日のね、23時から NHK の VENUE さん出演させていただくんですけど、ちょっと楽しみです。 楽しみです。あ、今日が木曜日か、木金土、2日後見てください。ありがとう。そう、あと、そうだ、先ほども言いましたが、水曜の朝6時からですね、ザタイムにも出演させていただいてるので、よかったら一緒に早起き頑張りましょう。頑張ろう。どうですか？早起き、6時って早いか、早いですよね。でも、みんなもう学校とか始まってると、それくらいなんですかね、起きるの。私はもう中学校とか高校とかずっともう8時近くに起きて走って行ってましたので、6時なんて早いんですけど。頑張りましょう、よかったら。うわ、いつも早いね。あ、昼夜逆転ね、夏休み。私も毎年してたな。あれって戻すの大変ですもんね。あ、みんな二度寝してるんだ。ありがとう。そのために起きてくれとるってことか。ありがとね。そっかそっか。あ、そうだ。宿題がね、えのさんから出てたんだった。じゃん。1ヶ月お休みをもらえるなら何したいですか？1ヶ月はちょっと多いなって思っちゃうな。1ヶ月か、何ができるんだろう。あ、日本を全部回りたいです。行ったことない県を全部回ります、1日ずつかけて。なので、まず九州は全部行ったので、九州以外の県をこう1日ずつかけて旅行していきたいですね。あんまりなんか海外旅行したいなってあんまり思わないタイプで、それよりなんか日本を回りたいなって思うタイプなので、多分日本を一周します、1ヶ月もお休みがあったら。でもあんまりなんか手持ち無沙汰になっちゃうかも、こんなにお休みがあったら。 ですね、嬉しい。かわいい、レノさんの文字が。レノさんはもう
本当に遠くから見てもレノさんって分かりますね。スタイルが良すぎて。はい、ということで私も次は次回メンバーの宿題を出していこうと思うんですけど、次明日のメンバーはドゥルルルルルルパン柴田ゆなさんです。わーい、ゆなさん何にしようかな、何がいいかな、宿題、何がいいですか、ゆなさん。何がいいかな、ゆなさんってマジで本当に私が言うのもあれですけど、あの赤ちゃんみたいで可愛くて、本当にまず肌がツヤツヤなんですよ。本当にもちもちツヤツヤで、前髪上げた時にできるここのなぎにもあるんですけど、この赤ちゃんみたいなふわふわの髪の毛がもう可愛すぎて、いつももう可愛いなって思っちゃうんですけど、性格めちゃくちゃお姉さんでよくね助けてくれます何にしよっかな、皆さんとか夏何したんだろう、お休みの日とか。それにしよっかな、夏休みは何をして過ごしましたか。これにします。お休みの日何をしてたか聞いちゃいます。ミクハラいいのかな、ミクハラって呼ばれてるの、ミクハラってなんだろう、ミクハラ、ミクハラスメント、ミクハラスメントなんかしたことないけどな。バスケね、バスケ確かに面白かったですよね。ハラスメントか、ミクハラって呼ばれてたんだ確かにナギにはねよくしちゃいますね、可愛いの見たいから。ミクハラ受けたい、いいよアーヤが言ってたの？あ、アーヤか。確かに。申し訳ない。私はね、夏休みに福岡に帰ってました。福岡にね、夏休み？お休みをちょっといただいたので、それでですね、なんと、私の実家にですね、小川彩ちゃんがやってきました。小川彩ちゃんと一緒に福岡に行ってまして、それこそ聞いてください、小川彩ちゃんが行きたいって言ったんですよ。はい、ということで私の生まれ育った町に小川彩ちゃんが来まして、私のね家で一緒にね過ごしちゃいましたびっくり。もう私がいつも通っていたお店とかにねあやちゃんをこう連れてったりもしたんですけど、すごい不思議な気持ちになりましたね。楽しかったです。またね写真とかね載せますねたくさん思い出があるので。そうなのよ、本当にね最近はなんか娘を超えて娘のような妹のような感じ。そうだってさ、本当だよ、持ってないよ、持ってない。なんかさ私が言うと持ってるみたいだよね、確かに。でもね本当なの、親がね福岡行きたいって言ってくれたの。そう、あ、そうだ、日曜ね久しぶりに荷繰りもありますので嬉しい、楽しみですね。
そう、あやもね、重いからね。みんなひどいな。全然誰も信じてくれない。言わせとくかとか見えたんだけど。本当だから。そう、本当なのよ、これ。そうなんだよ。ご飯もね、いっぱい、もう2日連続もつ鍋も食べたし、美味しかったな。そう。そこで卓球もした。そうなの。あ、もうすぐ誕生日だって。おめでとうございます、お誕生日。いいですね。8月はね、お誕生日すごい、乃木坂も多かったから、毎日幸せでした。毎日。そっか、もうすぐ秋か。早いな。秋何したいかな。でももう、お芋が好きなので、さつまいもとかいっぱい食べたいですね。え、あと3分？本当だ、早っ。え、まだ3分ぐらいしかしてない気がする。早いね。え、30分ってこんな早いんだ。やだな、みキュンキュンして、みキュンキュン。 なんか久しぶりにやった気がする。 早い。ああ、あーや呼べばよかったな。乱入してないな、今日は。ぬいぐるみ。あ、ぬいぐるみ、あ、いた。早いね、本当に。やばいね。大した内容、全然喋らず終わっちゃった。はい。ということで、もうそろそろ、木曜日、木曜日、終わりのお時間がやってきてしまいました。早い。いやー、なんか、前回の木曜日いつだったっけ？結構なんか久しぶりだったので、めちゃくちゃずっと緊張してたんですけど、始まると楽しかったです。はい。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第、ショールーム公式 X でお知らせします。ということで、何しよう？あと2分。何しよう？何しよう？何したらいい？やだ。ちょっと、10万多いな。 10万言う、やだ。嘘、嫌じゃないですよ。リスペクト本気でしてますのでね。2分間10万。やばいやばい。 10万しかない。10万かポージングしかない。なんで？もっとさ、可愛いことリクエストしてよ。みんなネタじゃん。 え、何にしようかな。七転び八起き。はあ。 やばい。ちょっと待って、コメディアン。確かに米だけにね、米だったしね。どうしよう。シーンって書いてある。なんでシーンと思うの。ひどいわ。ほら、あと1分で終わっちゃうんだよ。ありがとう、オリゴ糖。ピン芸人じゃないです。ウィンク。ああ、こういうの、こういうの。こういうの、こういうの。うん、誰かの真似してもダメよ。うん、ごめんなさい。変なの拾っちゃった。でへっ。 やばい。 ちょっと待って、もう終わっちゃうよ。最後は神宮でポージング。神宮でポージング。はーい。ということで、今日のお相手は一ノ瀬美空でした。 本当に大丈夫かな。ありがとう、見てくれて。またねー。あれ？ちょっと待ってね。あ、できた。ありがとう。バイバイ。またねー。